はい、皆さんこんにちは、りょうです。現在の時刻は9時20分。本日はカーラッピングの施工ということで、愛知県の一宮市にある株式会社エターナルアートさんの方にお邪魔しております。僕のケイマンがホワイトで全然ちょっと読みがなくてですね、前は赤色のケイマンに比べてパッとしないなってことで、部分的にですね、あのカーボンのラッピングをしてちょっとイメージを変えようかなっていうことで、本日ラッピングをお願いすることにしました。じゃあそれでは施工風景の方を撮影していきますので、よろしくお願いします。早速サイドミラーの方から施工を始めたいと思います。養生テープではなくて、そうですね、最後フィルム貼ってからそれをカットする。これでもうカットできる。カットできます。はい、これはナイフレステープってやつ。そうですね、ナイフがないテープですね。はい。普段だったらカッターとかでこう切っていくんだけど、ボディを傷めないような。そうそうですね、はい。結構取り回しも楽な感じです。そうです。ただライン真ん中に糸入ってるんですけど、はいはい、この糸が中でずれてる時があるので、それも見とかないと、あれ歪んでるとなると微妙にずれたりする、はい、角度があるんで2枚に分けてちょっとこっちで貼ってきます。このカーボン柄は多いんじゃないですか。多いですね、やっぱりどの車にも合うっていう。合いますね。スポーツタイプは特にそうですね。スポーツカー全般いけそうなのと、ああいうなんかプリウスとかでも。そうですね、はい、部分的にやる分には全然いいかなと。はい、これでこの糸で切っていく。全然なんかその一発で決まらなくて何回か貼り直しみたいな。ああ、もう全然しょっちゅうですね。はい、もう細かいところだったら余計ですね。ああ、はいはいはい。フラットなところって結構やりやすいと思うんですけど。そうですね、はい、立体的なところだとかなり難しいです。そうですね。最後内側のやつ取ってという感じですね。おー、ミラー の, その隙間のところですね。そうですね。ちなみにこれケイチャンネル、ケイチャンネル、ケイチャンネルラッピングのチャンネル、チャンネルですね、はい。これも隙間があるんでそこでカットします。隙間があるやつは全然カッターで。そうですね、はい。なんか左腕も右腕も両利きみたいな感じじゃないと。そうですね、場所によって本当にやりにくいですけど。お、すごいいい感じになりました。これになるんですけど、これイージーラップといって初期粘着を抑える液体なんです。ほうほうほう。ひっつきすぎちゃうんですよね、まあ、いわゆるなんか下地みたいな。そうそうですね、これでちょっと初めの粘着だけ抑えられるので貼りやすい。後々の粘着には、まあ、影響ないですね。あ、初めだけってことか。はい、まあ、大体の大きさをちょっと合わせながら。そのシートって1枚でやっぱ結構高いんですか。そうですね、はい、まあまあしますね。まあまあします。どこを支点にするか決めて、工業用ドライヤーのレバーなんですね、はい、ヒートガンで温めて柔らかくするんですね。シートが高い。そうです。めっちゃ引っ張ってますね。ただ怖いのが今回の場合は途中で終わるんで、そこの仕上げですよね。ちょっとこの気泡みたいになってるところ。そうですね。あ、そういうとこ温めて、今温めて縮めてる状態ですね。あんまり引っ張りたくはないんですよ。あ、なるべく自然の状態で。そうですね、本当はこれでもう終わりたいぐらいなんですけど、ここが縮むと思うんですよ最後。作業が繊細すぎる。こういう感じで。そこは今度カッターで。そうですね、なんかやりますね。はい、この処理からどうでしょう。はい、ミラーの方が完成しました。実際テイク3ぐらいやりました。一番難しかったのがこの角、この面を合わせるのがすごい難しくて、何回もちょっと貼り直しをした感じですけど、いい感じにできました。次は給油口の方を施工していきたいと思います。はい、行きます。ここもナイフレステープで。そうですね、傷をつけないように。給油口一番楽じゃないですか。まあ楽ですね、はい。ここはこれぐらいのサイズだったら余りのシールとかでもいけそうですね。そうですね、これカメラ映らないんじゃない、このこの糸が、糸が、はい、見えないですよね。ちゃんと切れてますもん。切れてますね。おお、よいしょ。内側に折り込んだ時にシワとかできるんですか。もうカットしてきますね。ああ、なるほどなるほど、はい。まあ土道見えないですもんね。そうですね。本当に給油口カーボンできてんじゃないかっていうクオリティが。本当そうですよね。いいツヤしてますよね。このシートやっぱいいですね。はい、ツヤが。今途中経過がこんな感じで、ミラーと給油口が
終わりました。ドアノブの施工の方を始めます。今回は内側まで全部巻くわけではなくて、もう本当に表面だけをラッピングしていくような感じで施工をお願いしてます。結構裏側きつそうですね。きついですね下はやっぱりテンションもある程度かけて引っ張って結構ドアノブ上げちゃえばカッターでも最後切れるってことですか。あ、切れます。ここは最後引っ張りながら巻き込むんで、うまいこと剥がれると気持ちいいですね。そうですねスッとやれるとから仕上げにかかるわけです。かかりますね、はい。謎のアイテムが、はい、磁石になってるんですごい繊細な作業で、ここでグッとかけちゃうんですよ。あー、なるほどなるほど、はい。おー、キュッと戻ってここに引っかかるっていう感じです。なるほど。ちょっとでも引っかかれば、確かにこれでもう引っ張ってやってるので、こうやって巻き込んでるんですね、こっちに。あー、はいはいはい。これで剥がれないんで、こんな感じですね、こっちは。おー、ぴったりですね。はい、裏はね、さすがに分かんないんで、はい。まあ、そこまできっちりと言われると困っちゃいますけどね分かりましたって本当に最後の微調整ですね。そうですね、こういう感じですね。おお、はい、こんな感じで完成しました。はい、じゃあ続いては、フロントのですね、リップのところ、これ樹脂パーツの引き出しなんで、ここをラッピングしていきます。寝ながら引っ張るの大変そうですね。そうですね力が入れどころが、この溝のところはね、気泡が溜まりそうですね。そうですね、引っ張ってるんで今度縮もうとしてギュッと吸い付いてくれるんで、はいはい、今温めるとちょっと戻る感じなんですよね。ああ、なるほどなるほど。もうそこの下結構手探りですよね。そうですねここだなっていうところで歯がめっちゃ入りやすそうそうですね、こういうところはあんまり強くやりすぎないように、完全に入っちゃうときはいいんですけどね。ああ、はいはいはい、はい、入りきらないときは歯の先だけちょっと入れてっていう。そうですね、入れるか入れないかです。もう表面触れてるだけですね。もうこういうところはこんな感じですね。やり半分だけ終わりました。まるで純正のカーボンリップが付いてるような、ね、感じの仕上がりですね。すごいな、まあ、三角のことも樹脂なんでダサいんで、ちょっとこれでカーボン柄をいきます。ここみんな言ってますよね、わりかしカッターでシャ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 っていくる。そうですね、樹脂なんで一直の横がいい。あ、このザラザラ系樹脂ですね。そうそうそう、取れたらめっちゃ楽です取れたら楽ですね。これは三角なんで角が大変。そうですね、樹脂には良かれたと思いますが、こんな感じで完成。そうですね、最後にスポイラーの方を貼っていきたいと思います。これは上下2段で切り分けるような形で施工をしていきます、ね、カーブしてるところはちょっと引っ張ってテンションかけてここまで来るようにしないとうまく貼れないんで、こうなると上段を外せるようにするから。そうですね、下から行くんですね。はい、これは一緒に、最後の繊細なところが、そうですね、ヤゲージたまにそれ無理っすこんな感じで下段は重い。ここまで来たらあと上段の方が楽です。このカブ引っ張って、そうですね、ここがちょっとなんかへこんでるから、そこでうまいこと流して、はい、大体の位置取りは位置取りは OK で、ね、ここは絶対熱当てないと。そうですね、はい、当てといた方が綺麗に収まるんで、これでもう綺麗になってますよね。おー、張り付いてる、はい、ちゃんとこの一番深いところを押していく。ここが一番浮きやすいですよね。そうですね。おー、めっちゃいい感じ。もう8割方終わります。そうですね、ホイラーカーボンがめっちゃかっこいい。カーボンいいですねスポイラー、この先っぽだけです、最後難しい。そうですね、いったかな。はい、もう完璧じゃないですか。あー、できました、完成ですね。ではいや、スポイラーはやっぱり全部入れるのかっこいいですよね。この1枚で貼ってる感がね、すごいです。
はい、ただいま全部施工が終わりまして、本日僕がやったのがフロントのリップとサイドのドアミラー、ドアミラーの近くにある三角のダサい樹脂パーツのところと、あとドアノブとリアスポイラーですね。細かいところをいろいろやり直しをしながらあったので、場所的にはすごい多いんですけど、かなりお安くやってもらいました。ガーナルアートさんではこういった自分のこことこことこういうのをやってほしいっていうのを親身になって聞いてくれますので、その辺を相談しながら予算どれぐらいでっていうのをお話ししてやっていただけると、自分の思い通りのラッピングができるんじゃないかなと僕は思います。ガーナルアートさんについては概要欄に詳しい詳細を載せておきますので、もしラッピングにご興味があればご連絡をしてみてください。本日の動画はこれで終わらさせていただきます。僕インスタグラムもやってますので、インスタグラムのフォローと、あと何かあれば DM を送っていただければ検討させていただきます。チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。それではじゃあ次回の動画まで、バイ。